こんばんは。恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、彼女が欲しいならするべきことというお話をさせていただきたいと思います。彼女欲しいってやっぱりね、彼女は可愛い人が良かったりとか、結構ね、こう高望みって言われるような人を好きになっちゃう時ってあると思うんですよね。で、周りにそれを伝えると、そんな高望みやめた方がいいよとか言われちゃう時も中にはあるかもしれないです。だけど彼女が本当に欲しいのであれば、人の目を気にしないことが一番です。人の意見とか人の目を気にして、こんなね、僕がこんな高根の花みたいな人のことを好きになったらみんなに笑われるんじゃないかとか、好きっていうこと自体がこうかっこ悪いんじゃないかって思っちゃう人もね、中にはいると思うんですけど、そんなの関係ないです。ただの嫉妬です。なので、あなたはあなたの好きなように、人の目を気にせず、自分が好きな人には好きってアプローチしてみてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。